上運動食ウタニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートの半日分の野菜が取れるエビのトマトクリームスープパスタを食べたいと思います。トマトクリームでだけで赤々としてます。これで半日分の野菜で本当に取れるのかなとちょっと思ったりもしてしまうんですね。トマトも含めてということなんでしょうか。まあそれは置いといて、とりあえずそれではチャンネル登録よろしくお願いします。はい、準備完了しました。それではいただきます。トマトなんですけど、クリームが入ってるので酸味はかなり抑えめで、苦手な方でも噛みやすいような、こんな味でしたね。で、それがパスタと絡むのですが、ちょっとスープがシャバシャバしていて、辛みが弱かったかなというような印象。お野菜の量も思ったほどではないので、やはりトマトも含めてということなんですが、ただトマトが好きな方、クリームで、ま、濃厚な風味を味わいたい方にはおすすめですが、もうちょっと野菜欲しかったなということで、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終了。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。